どこんな雨の降る放課後だったそうよ。その女性の先生が階段の踊り場から、みんな知ってるよね、私たちの学校如月学園が建てられる前、この場所にもともと建っていた天神小学校。不幸な事故だったわ。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思っていたみたいなんだけど、その事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に校舎の屋上から身を投げて自殺しちゃったんだって。私たちの今いるこの学校は、そんな呪われた天神小跡地に立っているの。しかもね、階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、もうすぐよ、7時を過ぎたあたり。その先生が現れるとき、校舎は必ず停電で真っ暗になるの。コンコンってノックの後にスッと扉が開くと、真っ白の顔が覗いてね。まだ残ってるの？って！サトシ、もう大きな声出さないでよ。だってさ、やだ、何これ。手が込んでるな、篠崎。私じゃない、ここにいたじゃん。本当に停電だよ。音楽室の方か。嘘でしょ。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。だからこんな時間まで残って階段なんて嫌だったんだ。おい、サトシ、開けてきてくれ。は？女子みんなブルってるぞ、かわいそうだろう。お前が行けよ。俺はかわいそうだと思わない。お前なぁ。まだ残っているの？はやく帰りなさい。ゆい先生。先生、篠崎さん、へい、大成功。やられた。
伊達にこの学校の OG じゃないからね。この七不思議については私も詳しいんだよ。サトシ持田くん、しげ兄よりもリアクション派かも。俺もさすがにその引き出しはないな。いつも持田くんが一番反応してくれるから。怖がらせがいがあってたまらん。ホラーマニアの院長なんて聞いたことないよ。ごめんね持田くん、でもちょっとキュンとしちゃった。あ、それよりかわいいお客さんが来てるわよ。え？ほら、そんなところにいないで、こっちにいらっしゃい。失礼します。ゆか、どうしたんだお前。お兄ちゃん、持田くんが傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。そうなんだ、すまないな、ゆか。その子、中等部の子？はじめまして、お兄ちゃんがいつもお世話になってます。かわいい。サトシにこんなかわいい妹がいるとは知らなかったわ。あれ、そうだっけ？聞いてないわよ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。はい。おお、岸沼とは面識あるんだね。ナオミ、ライバル出現だね。ん？何言ってるのかな。この口、この口。はいはい、みんなもう7時回ってるわよ。帰る準備しなさい。おしるこ屋の片付けは？まだ帰りたくない。このまま明日も文化祭やれそうだよな。篠崎さん、私が来る前に片付け終わらせておくって約束だったでしょ。もう遅いから明日早く来てやりなさい。はい。それじゃあ、鈴本さんも、名残惜しいけど、向こうに行っても、元気でね。はい。すずめちゃん、いなくなると寂しいな。鈴本さんなら、すぐ友達できるよ、絶対。引っ越しって言ってもそう遠くないしさ、冬休みにはみんなで遊びに。そうだよ、すぐまた会えるもの。私たちみんな。お兄ちゃん、あのお姉さん転校しちゃうの？ああ、今日の文化祭が最後の登校日だったんだ。みんな、ありがとう。私、みんなと会えて、みんなのこと、ずっと忘れない。でも見守ってるからね。聖子、聖子。そーっと、そーっと草葉の陰から。それ死んでるし。まゆ、ほら、
笑顔だ。うん、みんなで撮って。わー、入る入る。俺も俺もゆかも。お兄ちゃん。ん？とっても素敵な人たちだね。だろ？ちょうだいちょうだい。森重、携帯に送って。ああ、今みんなに転送する。先生、あのね、帰る前に。お別れの前にこれやっていい？幸せの幸子さん。あ、何それ、また変な紙人形。うん、これね、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずーっと離れずに、いつまでも友達でいられるんだって。あ、おまじない？うん、おまじない。わー、やりたい。鈴本さん、おまじないとか占いとか好きだものね。仕方ないか。見ない？はーい。ウィーッス。森重くんもいい？あ、はい。準備完了。じゃあみんなでこの紙の幸子さん、幸子さんお願いしますって心の中で、7、8、9回唱えてね。間違ってもいいから、絶対言い直しちゃダメだよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。なあ、篠崎。ん？失敗するとどうなるんだ？なんかこの人形気味悪いんだけど。失敗なんて許さないから。わかった。それじゃあ行くよ。みんなも心の中で唱えてね。幸子さんお願いします。9回だよ。せーの。やべ、早く進めてくれねえと心の中でもう一回言っちまいそうだ。うん、じゃあみんな手を伸ばして、この幸子さん人形のどこでもいいから掴んで。掴んだよ。はい、じゃあ爪を使ってしっかり掴んだら、みんなで引っ張ってちぎっちゃって。せーの。はい。あ、はい、お疲れ様。みんな、その髪の切れ端を学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。ほう、なんか意味あんのか？それを持ってる限りずーっとみんな友達でつながっていられるんだって。そういうおまじないらしいよ。
へえ、いいねこれ。超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。篠崎さん、ありがとう。うん。ね、きっとまた会おうね。うん。さ、じゃあみんな帰る準備だよ。はーい。あ、地震。なんだ、でかいぞ。おい、お兄ちゃん。ユカ、捕まってろ。みんな落ち着いて、机で頭を守りなさい。早く。何？嘘でしょ？マジかよ、おい！落ちる！
ここ、やっぱり学校なのかな？それにしては、なんか、妙に机が小さい気がするんだよね。小学校みたい。小学校って？まさか。どうしたの？壁にプリントが。変人症連絡通信って。変人小学校？私たちの学校、如月学園が建つ前に取り壊された廃校じゃない！いやー！何なの！私たちどこにいるの！みんなは、先生はどこに行ったの！落ち着いて、聖子！私も手を握り合ったまま声も出せなかった。歯がカチカチと音を立てるほど全身が震える経験なんて生まれて初めてだったから。頭の中がふわふわして、今自分たちの置かれている状況を整理して考えることができない。悪い夢かと期待してもちっとも目の前の景色は消えてくれない。静寂が苦しい。ダメだわ。ダメ。黙ってると。ねえ、何が何だかわからないけど、とにかく学校の外に出てみない？外に？このままずっと震えていても何も解決しないと思うの。でも窓も開かないんだよ。硬いとかじゃなくてガチって空間に固定されてる感じ。外になんて出られるのかな。ええ、だけど玄関とか非常口とかあればそこから外に出られるかもしれないじゃない。そうだね。じっとしてたら、おかしくなっちゃいそうだし。よし。とにかく、この部屋を出ましょう。私たちだけじゃなく、ひょっとしたら、みんなもいるかもしれないし。みんなと一緒なら、なんとかなるかもしんないね。ねえ。パニクってただけかもしれない。でもじっとしてると私も悲鳴を上げそうで、必死に強がってみせた。